今年で8回目となる沖縄東海ヨットレースは日本セーリング連盟などが主催しているもので、今回のレースには県外から7艇のヨットが参加しました。今レースがスタートしました。春の風を目いっぱい受け、愛知県を目指します。レースは愛知県蒲郡市までのおよそ1330キロを競う国内最長のコースとなっていて、1チーム4人から10人ほどの選手が24時間体制で帆を操りゴールを目指します。ヨットは早いチームで4日後の5月3日頃に愛知県に到着する見通しで、タイムリミットは5月8日の正午となっています。